身で最高評価を受けた九州最古産の洋酒。肥前、大村藩。皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり解説江戸300番シリーズも、今回で6回目となりました。さて、今回の300番はというと、肥前、大村藩。肥前って長崎だよな、九州の。そう。この大村藩は、肥前国園木郡。現在の長崎県大村市近辺を領有した、国高2万7000石の外様藩よ。藩主は江戸期を通じて一貫して大村氏が務めたんだけど、九州で大村って言うと、真っ先に思い浮かべるのはどうしても。そう、歴史上最初のキリシタン大名として有名な戦国武将、大村住忠を祖に持つのが、この大村藩というわけなのよ。でもさ、大村に大村藩って、藩主と藩の名前が一緒っていうのも珍しいな。うん、それもそのはず、最初の藩主となった住忠の嫡男である義明の代で、なんと13代目の当主という。つまり、ずっと大村を統治してきた、筋金入りの領主だってことか。そう、藩主家の大村氏は戦国以前からこの地を治めていた豪族なんだけど、秀吉の九州平定、関ヶ原の戦いと、歴史の節目節目でも領土を安堵され続け、その後も、目立った家増や天保もなく、古来よりの領地のまま明治維新を迎えた、全国でも極めて稀な藩なのよ。領土に変遷がないってので言えば、熊本の人吉藩とかもそうだけど、なぜか九州に多いよな。それで、この大村家がいつからこの地に根を張っていたのかというのはよくわかっておらず、少なくとも鎌倉時代以前よりこの地を治め、藤原氏を祖先にも継家柄であったとは言われているけれど、住忠の一つ前の当主、住崎以前の大村氏の実績は不確定な部分が多いわ。未だに江戸時代以前のことって不明な部分が多いよな。戦国時代に入ると、大村氏の勢力は急速に衰え、肥前一帯に勢力を広げつつあった、有馬氏に従属を余儀なくされるわ。同じキリシタン大名の有馬晴信で有名な。そう。島原の乱の延々を作ったとされる晴信は、住忠の上に当たるのよ。そう言われると、家紋も一緒なんだな。晴信の父にあたる有馬晴純の圧迫を受けて、晴純の次男を養子に受けて後を継がせているから。なるほど、天正少年使節団を派遣したことで知られる二人のキリシタン大名は、もともと同じ一族であったというわけなんだな。まあ、そういったわけで、かの有名な大村住忠は、有馬家から養子となって後を継いだというわけなのよ。ここで改めて、キリシタン大名ってどういう存在であったかということなんだけど、宣教師から洗礼を受けた、キリスト教徒の大名のことを言うんだよな。そう、このキリスト教に入信し、宣教師から洗礼を受けた大名を俗にキリシタン大名と呼び、キリスト教が伝来し、宣教師による布教が盛んだった戦国時代に多く見られたわね。でもさ、単純にキリスト教と戦国大名って言われると、真っ先に織田信長が出てくるんだけど。うん、信長は洗礼を受けた形跡がないから、正確にはキリシタンってわけではないのだろうけど、宣教師を庇護し、キリスト教を率先して普及させた人物として有名よね。でもさ、この信長もそうだけど、戦国大名たちがこぞってキリスト教を庇護したのも、単に宗教としてっていうより、宣教師たちがもたらす南蛮貿易の利益が大きかったから、というのもあるんだよな。もちろんそうよ。特に信長の代名詞でもあり、戦国の歴史を変えたと言っても過言ではない鉄砲。その火薬に使う硝石は、当時国産が難しかったから、宣教師とキリスト教の恩恵は計り知れなかった、と。そしてこの大村住忠も、この宣教師を積極的に活用し、国を富ませた人物の一人よね。長崎や横瀬浦に港を開いた人物としても有名だよな。うん、宣教師が母国に対して強い影響力を持っているのを知っていた住忠は、当時長崎に寄港できる港を探していたポルトガルのイエズス会に接近。事業の横瀬浦を提供し、教会や住居の建設などの便宜を図るばかりか、貿易目的の商人の税金を免除するなど、積極的な貿易推進政策を行っている。
でも、家臣の謀反によって横瀬浦は焼き払われると。そう、住忠に恨みを持つ前当主、住崎の実子、後藤隆明によって夜襲を受け、横瀬浦は焼き払われてしまうわ。そや実子なのに家を継げなかったわけだもんな。その代わりとして提供されたのが、現在の長崎港というわけなのよ。なるほどな。長崎港は、その後の南蛮貿易やオランダ貿易の拠点として栄え、日本有数の港として現在に至るのは、今さら説明の必要はないわよね。そういった宣教師と関わる中で、住忠はキリスト教に興味を持ち、入信することになったのか。生涯妻以外をめとることのなかったとも言われるほど、敬虔なキリスト教徒であった住忠なんだけど、住忠の信仰は過激とも言えるもので、領内の寺社を破壊したり、先祖の墓所も打ち壊したと伝わる。僧侶や神官を殺害したり、領民にも改宗を敷いたんだよな。廃仏毀釈の時も思ったけど、背後に宗教が絡むとどうも過激になりがちというか、なんというか。うん、まあ大村は周囲を大大名に囲まれた小国だったし、戦国末期には雄造寺の従属状態であったとも言うから、それで奴隷貿易なんかして、ポルトガルにゴマを吸ったのか。まあ、空格割れるかの戦国時代を生き抜くには、なりふり構っていられなかった事情もあったんじゃないかしら。1582年には、大友宗麟、親族の有馬春信らと共に、名代の少年4人を中心とした、使節団をヨーロッパに派遣している。天正遣欧少年使節ってやつだな。でもすぐに秀吉の九州平定、そしてバテレン追放令が出されて、帰ってきづらくなっちゃうんだよな。そう、天正使節団派遣の5年後の天正15年、豊臣秀吉の九州平定が始まり、住忠は秀吉に従って本領を安堵された。しかし、これ以降の長崎は中央政権直轄領となってしまったため、大村は唯一とも言ってもよかった利潤を喪失することになってしまうわ。まあ、もう周囲から攻められることもなくなったし、本領安堵だって言うんだから御の字だよな。住忠はこの年に病で生涯を閉じるんだけど、日本はキリスト教徒には受難の時代。その後すぐに秀吉によるバテレン追放令が出され、政治的な圧力が強くなったキリシタン大名の多くは改宗を余儀なくされたわ。そして江戸時代にはとうとう禁教か。そう、こうしてキリシタン大名という存在は歴史から消滅したということなんだけど。まあ、領主はいいわな。表面上でも改宗しましたよって、平子ら言っていれば領土は安泰なんだから。問題は住忠の時代に強制的にキリシタンにされた領民か。そう、大村領内には、最盛期には6万人ものキリシタンがいたと言われているんだけど、その多くは住忠の子、義明の時代になってから、激しく迫害されることになるの。領主のエゴで改宗させられて、そして代が変わったらまた同じ理由で帰郷させられる羽目にって、一体何なんだろうな。弾圧を受けたキリシタンたちは、まだ緩かった有馬領に逃れて、それで松倉時代へ。うん、それに当然ながら隠れキリシタンも多く、それが元で藩の存続が危ぶまれる事件がたびたび発生している。中でも、明暦3年に起きたいわゆる氷崩れ、と呼ばれる隠れキリシタンの大量発覚は、禁教令より45年が経過した後ということもあり、大事件に発展したわ。帰郷させたはずの領民が、隠れて布教させていたっていうことだもんな。それも、あの島原の乱からそれほど年月が経ってない時期だし。当時の藩主の隅長は、これを即座に幕府に報告。徹底した処罰を行うことで、大村藩はお咎めを受けずに済むこととなった。ちょうど武断政治から文治政治への切り替わり時期だったもんな。なんとか命拾いってところか。これ以降、キリシタン予防は藩を挙げて徹底され、領民に対しては仏教、神道への信仰を強化する。元は先祖が蒔いた種とはいえ、本当に罪深いよな。その影響からか、隅田川九州でも最も早く設立されたことで知られる、藩校、五校館を創設し、広く一般庶民にまで開放したわ。庶民に儒教に基づいた道徳や学問を学ばせて、隠れキリシタンへ走らせるのを防止しようとしたってことか。優れた人物を輩出し続けた五校館の名は全国に知れ渡り、幕末にはあの岩崎弥太郎もここに学んでいる。
さて、この大村藩、なまじ同じ家が統治し続けているという特殊さから、室町期の家臣団の構造が残る、全国でも貴重な藩で、家臣の大半が、いわゆる藩農藩士の合祀であり、城下集中もされておらず、幕末においても約3分の2の藩士は大村ではなく、各里村に居住していた。薩摩藩なんかが行っていた、いわゆる都城制って統治制度だよな。こういった自我治療を行っている藩は、一門が強いのが慣例なんだけど、この大村藩も例に漏れず、所領2万石のうち、藩の直轄地はわずか5000石にも満たなかったと言われている。まあ、これは仙台藩なんかでもそうだけど、古くから土着して、利権を持っている豪士が大勢いたってことだよな。そこで、二代住頼の時代に、財源確保と権力強化のため、御一門払い、と呼ばれる一門の領地没収を強制的に実行している。これで国高の3割強を藩の財源とすることができたんだけど、何せ四代住長の時代に願い不代となり、長崎御用役のお役目もあったため、常に財政は逼迫。親類大名からの借金や、家臣からの上げ前を行っている。まあ、この解説をやってて、財政が裕福であり続けたなんて藩は今までないからな。歴代藩主にとって、この土着の合祀の問題と、財政再建は急務であったわけで、六代藩主の住常の時代には、家臣治療を蔵前制に移行したことにより、膨大な借金の整理に成功している。そして、この大村藩の大きな特徴の一つとして挙げられるのが、米作に向かない土地ながら、実高6万石と、他の九州諸藩に比べて新田開発が成功しており、さらに飢饉に強いサツマイモの試食化を行ったことにより、極めて食料事情の良い藩として知られていた。飢饉対策に成功していた数少ない藩だったわけだ。享保期では6万人ほどであった領内の人口も、幕末期では12万人にまで増えており、新田開発の行き詰まりによって人口が頭打ちとなった諸藩とは対照的に、人口が増え続けた稀有な藩でもあったの。当時は食料が集まるところには人が集まるからな。キリシタンの件はあれだけど、大村は極めて前世を敷いた藩であったというのがこれでわかるよな。さて、最後に幕末のお話。そういえば主題にもあったよな、最高評価って。大村藩は、幕末には反論を統一して尊王討伐に邁進。小藩ながら、鳥羽伏見で功績を挙げるなど、常に薩長と行動を共にした功労藩であった。でもさ、維新の功労藩は、誰がどう見ても薩長土肥だろう。大村なんて聞いたことがないぜ。そうね、それなんだけど、明治政府は維新後に功労があった藩に対して恩賞を与えているわよね。なんだっけ、ああ、あの昇天禄ってやつか。そう、それと筆録処分の時に発給された功罪と合わせて、政府が考える藩に対する維新の貢献度が測れるんだけど。つまりまあ、維新の通信簿ってわけ。大村家は、維新の昇天禄として3万石を受給したんだけど、これは薩摩藩、長州藩の10万石、土佐藩の4万石に次ぐものであり、佐賀藩の2万石を上回っているわ。あの佐賀鍋島家より上の評価なんて、すごいな。さらに、大名の退職金にあたる筆録公債においても、2万7000円という、大変高い評価を受けている。俺のお小遣いよりちょっと少ないくらいだけど、それって高いの、安いの。あの長州藩が、だいたい1石あたり3円くらいだから、大村藩の1石10円はべらぼうの評価ね。ちなみに会津藩が 0.1 円以下であるから、大村がいかに高いか。いや、大村が高いってことより、会津の少なさに驚いたな。っていうか、それだけ評価されるって、大村ってどれほどの人数を派遣したのやら。大村藩が戊辰戦争に送り込んだ兵員は、わずか50人に満たないわ。は。正直、いかに鳥羽伏見で大津を固めた功績があるとはいえ、50人やそこらで維新が決まったわけじゃなし。この昇天や功罪が、どういった評価基準で判断されているのかはどうもわからないんだけど、あの時代にかなり早いうちに倒幕派に傾き、井の一番に薩長に就いたってことが最大の要因だったんじゃないかとも思うけど、もしお詳しい方いらっしゃいましたら、コメントで補足いただければありがたいです。というわけで、
今回の江戸300藩、いかがでしたでしょうか。大村は、他の城下町と同じでやっぱり史跡が多いんだよな。うん、特に藩長の置かれた串間城跡は、現在公園として四季折々の花が咲く名所となっており、一見の価値があるわ。さらに城跡だけではなく、長く続いたキリシタン迫害の歴史が忍ばれる、遺跡や記念碑も多く、もしご興味のある方は、島原と共に訪れてみてはいかがでしょうか。海も綺麗だし、ハウステンボスのある佐世保も近いしな。さて、このシリーズもこれからはよりマイナーな藩も取り上げていこうかと思っています。メジャーな藩ばかり上げると、あんこのないまんじゅうみたいなシリーズになっちゃうもんな。うるさいわよ。古本、というわけで、皆さん、ここ超マイナーなんだけど面白いって班がありましたら、ぜひリクエストよろしくお願いします。よろしくねー。では、本日もご視聴ありがとうございました。